柏からお届け研究者図鑑。こんにちは。こんばんは。こんばんは。さまざまな分野の研究者を365日毎日ご紹介する研究者図鑑の時間がやってまいりました。私案内役の日比尾です。本日ご紹介する研究者は東京大学大学院新領域創生科学研究科の田中幸雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田中幸雄です。よろしくお願いします。噛まずに言えました。いや田中さんからに、ね、あの声が低音で非常にいい声をされているので、オープニングもかなり綺麗な声にですね、綺麗にハモった、うん、オープニングになったみたいな、ね、聞くのが楽しみですね。そうですね。ですね、本日は、まあ、こちらの、柏にございます東京大学の柏の葉キャンパスの田中さんの研究室、ね、はい、からお届けをさせていただいてますが、非常に今、まあ、新しいところというか、まあ田舎だからってこともあって、しかも、まあ、ちょっと今見えにくいかもしれないんですが、外もですね、非常に、まあ、景色も緑が多くて、うん、しかも球場も、そうですね、サッカーの試合も見れてしまう。見れてしまう、はい。というのは非常にいい、知らない。そうですね、はい。ということでですね、こちらちょっと、まあ、駅からは遠いんですが、非常に、まあ、いいロケーションの。そうですね。まあ、研究をやるにはすごいいい環境だと思いますし、そうですね、はい、また後ほどこのキャンパスの話もちょっと出てくるんじゃないかということなので、はい、楽しみにしております。はい、それでは本日田中さんにお聞きするキーワードなんですが、はい、こちらの3つになってます。では1つ目からということで、はい、世界の水問題と国際河川の平和的利用ということでですね、こちらどういった意味のキーワードなんでしょうか。はい、まずその世界の水っていうとなんか、はい、まあ、水とか井戸を掘るんだよねとか、そういうレベルでは、まあ、皆さんご存知かもしれないですけど、あまり日本でその水問題というのは分かられていないっていうのは何かと言いますと、その、まあ、日本というのは年間降水量が2000ミリっていうのは、1500から2000ミリは非常に多いんですよね、世界で見ると。それは稀なケースで、だからまあ、よく水道をひねれば水が出るって言われてるんですけど、まあ、世界的に見ると水が足りないところがほとんど、まあ、乾燥してる地域であったり、あまりにも使う人が多すぎて水が足りてない地域だったり、はい、まあ、そういった問題があって、しかもまあ水がなんで大事かというと、どうしても皆さん飲むってことに行くかもしれないですけど、その食料の生産に水は絶対欠かせない、はい、農業やるときに、まあ、田んぼ見てても分かると思うんですけど、その世界の水の7割っていうのはまあ食料生産、農業に使われるんですよね、はい、残りの2割が工業用水で、その生活用水っていうのは1割だけなんですよ、はい、お風呂も含めたのでも1割、まあ、それぐらい でこれからこう人口が増える、はい、で食料消費が増える、はい、でまあ、しかもこれまでそのお米とかだったのがお肉とか食べるようになるっていうふうになると、どんどん肉の方がたくさん水を必要としてくるんで、まあ、そういう意味で本当に水不足っていうのがもうすぐそこに来てる問題になっていると言われているっていうような状況があります。だからなんか確か国連のガリ総長、前総長が、まあ、20世紀はその石油をめぐる戦争があったが、まあ、21世紀は水をめぐる戦争が起こるだろうと、まあ、言われているぐらい国際的には非常に熱いものになっています、はい、そういったではかなり重要な問題の中で、はい、まあ、こういうこの国際河川というところで、はい、まあ、切り口から、はい、研究されているのか。そうですね、はいはい、国際河川という言葉にはその皆さんあまり馴染みがないかもしれないんですけども、要は国際的な河川って国際的な有名な河川とかそういうものではなくて、はい、その国をまたいで走る川のことを、はいはい、例えばそのメコン川っていうのは中国から、ラオスでベトナム、タイ、ベトナムっていうふうに、あ、すみません、あとカンボジアに流れて、はい、その海に流れるっていう、複数の国でその川の水を共有する河川というのがあるんですね、はい、まあ、そういう川って大体国をまたぐぐらいからでかくって、まあ、でっかいってことはたくさん水があって、はい、たくさんの人が水を利用するっていう、まあ、その世界の有名なその国際河川だけど、そのナイル川であったり、はい、このインダス川であったり、はい、まあ、本当に大きい川、はい、文明の発祥の地っていうのも大体国際河川から来ている、はい、まあですね、まあ、そういった中でその私がそのフォーカスを当てて、あ、で大体その国際河川っていうのは、はい、まあ、国と国が水をめぐって争いをしているっていう状態が多いです、ね、はい、やっぱり上の方は勝手に取り込もうとする、でも下の方は下の方で水を欲しがるっていう、はい、そういったそのいわゆるもう 水かけ争いっていうのが起きているわけですけども、はい、そういった問題で、どういうふうに水を共有していくとか、限られた資源をいかに平和的に利用するかっていう問題があります、はい、で、その私がそのフォーカスを当てたのは、そのティグリス・ユーフラテス川。はい、名前はご存知ですか？名前は、はい、
ね、なんか小学校中学校でなんか社会やってるような、ね、メソポタミア文明ちょっとああメソポタミアちょっと変わってる、はい、チューリス・ユーフラテス川のメソポタミア文明みたいな、はい、でどこを流れてるかといいますと一応こういう地図があってですね、とっても見づらいと思うんですけど、中東のトルコからシリア、イラクというふうにやって、ペルシャ湾の方に流れていく国際河川です。はい。ありがとうございます。はい。で、この河川っていうのも、その他のご多分に漏れず、まあ、水が不足していると。で、特に、まあ、特にその、イラクっていうのは最下流の国、今戦争で大変なんですけど、うん、まあそのメソポタミア文明と言われる、あ、はい、はい、はい、数千年前からずっとその水を利用した農業を行われている地、はい、で、その上流のシリアとかトルコも近年、うん、農業開発が進んでおりまして、はい、まあ近年しても20世紀に入ってからとかそういうレベルですけども、はい、で、どんどん水を消費するようになって水が不足していると。はい、で、お互いでいろいろその協議して、いろいろ合意を結ぼうとするんですけども、はい、なかなかそれも達しない。うん、で、非常に何でしょう、まあ、国家間 の、 その問題、大きな問題の一つになっているわけですね。はい、で、それに対して我々はどうしようかと考えたときに、はい、やっぱりそのいろんな国際河川の問題とかを、うん、レビューしていくと分かってくるのが、はい、一つ大きな問題として、やっぱ水っていう不確定な要素なので、うん、それをいかに計測する、はい、測定するか、うん、それとデータをどうするかっていうのが大事なキーになってくる。はい、話し合うときもね、うん、結局量で話し合う。フィーリングが話せないわけじゃないですか。そうですね。なんでそういう時にやっぱりこう水 の、 そのデータが必要になってくるわけなんですけども、はい、そのデータが大体その各国が自前で用意すると、あ、それはでも大体その協議の決裂の原因になってしまうんですよね。はい、その自前でデータを準備すると、結局それはなんかお前それちょっとずるしとんちゃーん、みたいな感じになってしまうことが多くて、はい、で、そこで我々が考えたのが、じゃあその客観的な第三者である、その、まあ、我々も含めたそれ第三者の国、はい、国であったり先進、国際機関であったり、はい、そういったところが、しかもその各国の研究者を呼んで、はい、彼らの意見をちゃんと聞きながら、その問題を設定して、課題を設定して、彼らの合意を得ながら、はい、そういったデータを作れば、それは効果的な情報になりうるんじゃないかと考えてみました。はい、で、実際に集めたんですよね。はい、はい、それをやって、で、国際機関の人とか、はい、そういう関係する、その協議する閣僚の人とか研究者とかを集めて、いろいろ情報を集めた結果、まあ、そのまず彼らがそういう話を聞かする機会がなかったっていうのがすごい大事なんですけど、そうなんですよ、はい、なかったことをまず第一歩を見出して、はい、やってみたっていうのがあって、はい、その結果出たのがやっぱりその最下流国であるイラクの水がどれぐらい水需要があるかっていうのを測定するっていうのが大事だろうってことになった。はい、はい、それで2つ目のキーワードということで、はい、こちら直感力ということでですね、こちらは、まあ、何かちょっと最近ベストセラーな本のタイトルのような、はい、感じの響きの仕事なんですが、そうですね、いや、直感力っていうのはですね、まあ自分、私がこれまでどんな感じでやってきたかってことを話してると、うん、直感っていうことになるのかなっていうのを思ったっていうのがありまして、もともとここに来たきっかけっていうのは、一番最初のきっかけは大学1年の時なんですね。はい、で、まだ自分、全くその、国際的なものとかに触れたものが なかった、はい、中で、まあ東京大学ってところに来て、まあ留学生とかいて、そういう人と会ったりしてるうちに海外に行ってみたいな、まあ行ってみたいなずっと思ってたのもあるんですけど、で、それで、まあたまたま話したバングラデシュ人がいいやつやった。ああ、そうなんです。で、そいつが持ってたバングラデシュの写真集がいい感じやった。で、なんかもうそれでもピンと来て、俺は行かねばと思って、まあ、周りの反対を押し切って初めての海外がバングラデシュなんですけど、まあそこでやっぱり本当にいろんな問題とか、まあもちろん海外ってことですごい刺激にもなりましたけど、と同時にやっぱり そこに立つ、ことあるさまざまな問題っていうのが見えてきた。はい、なんとかしたいな、いろいろ開発とか投資はされてるけど、それが十分に活用されてない、で、地域の人の本当の笑顔につながってないっていう問題を強く感じて、なんとかしたい、はい、思って、まあ、それまで本当にもうダラダラーっとした
日々を送ってたんですけど、もうそこでピンと火がついて、これやっていう。まあ、そのバングラデシュに行ったのも直感、そこでこれやと思ったのも直感っていう感じで、まあそこからこうどういった分野に行こうかって言って、本当にもう、まあ、文系理系かと問わずいろいろ考えた末に、まあ、農学部っていうところを選んだんですけど、本当にそれまでもその人類学、文化人類学とか、その工学とかいろいろ考えた中で農学っていうのも、やっぱり、まあもちろんその途上国に農村が多いからっていうのもあったんですけど、やっぱり自分はその農村とかそういうものが好きだっていうのもありますし、まあ農業とかにもしっくりくるのがあるっていう、そういうフィーリングで、はい、農学部に行って、で、その農村計画っていうものを専攻したんですけども、まあでもその分野っていうのは農業土木と言われる土木系なんですけど、なので、まあもともと理系だったってこともありまして、土木のそういう基礎的な、その、解析方法とかを勉強した上で、まあ、その社会問題に取り組んでたんですね。で実際にやってたのはその水の配分とかに関するその農村での水の配分とかそういうドロドロの社会的なことをやってて、まあ、それで実際に農家にあの話を聞きに行ったりする中で、まあ、そういったいろいろ社会経験させるわけですね。まあ、最初はお前何しに来たんだって感じになるわけですけども、そこでなんとか農家の人に心を開いてもらって、で話を聞くっていう。そういったことが本当に勉強になりましたし、まあ、それまでは本当にもう調子乗ってたんで、本当に勉強になりました。そうなんですね。はい、もう若かったな、面白いです、はい。それでやってたんですけど、まあそういう中でやってて、ただその同じような研究してる人っていうのは本当に周りになかったんですよね。まあ多分誰もやってなかったからやったんですけど、で、その、まあそもそもその農村開発っていう中では誰でもやってるなと思って、もうそれじゃあまりにも広すぎるっていうことで水を選んだんですよね。でもまあそれも水との出会いっていうのは結構運命的なもので、水っていうのはまあ最初に申しましたように非常に大事な資源であって、まあそういう非常にあの可能性を秘めている。まあそういった中で、でも水に関する研究、水の分配に関する研究は誰もやってないっていう時に、まあその自分の周りに、まあいろんなあの知り合い、まあ結構知り合いには届かない生活を送ってたんで、いろんな人に声をかけて、同じような研究して集まろうよって言って、いろんな学部から集まったその勉強会っていうのをやりまして、その主催してたんですね。で、まあそういった意見交換とかやりながら、まあいろんな人と出会って、で、知見を学んで、で、